Hi, Zemas, Mina. So today we're going to Odaiba. It's actually my first time there, so let's go. So for now, enjoy this train view. The next station is Shiodome U2. Please change it for the Oedo line. The next station is Takeshiba U3. ご高齢の方、お体の不自由な方、妊娠中の方、有用地をお勧め方に優先席と車椅子のご使用の方のアクセスを設けております。お客様のご協力をお願いします。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源を切りください。またそれ以外の場所ではマナーモードに切り替え通話はご遠慮願います。座席で 足を伸ばしたりふんだりしますと、他のお客様のご迷惑となることがあります。マナー向上にご協力をお願いします。ゆりかまでは自動運転中です。緊急な場合、その他お困りの際はお近くのインターホンでお知らせください。またドアの開閉は自動で行われています。 The next station is Hinode U4. 東京湾クルーズ、レストランシップ、シンフォニー乗り場へはこちらが便利です。まもなく日の出、日の出です。右側のドアが開きます。ご注意ください。 The next station is Shibaura-to.
The next station is Odaiba Kaihin Koen, U6. 車内で不審物を発見された場合は、手を触れず、お近くの入店ホールでお知らせください。お客様にお願いいたします。車内、駅構内では、マスクの着用、会話は控えめにすることへのご協力をお願いいたします。Attention, please wear a mask and refrain from talking on the train. Thank you for your cooperation. ゆりかもめは自動運転中です。発車の際にはドアが自動で閉まります。ベビーカーのご使用などで乗り降りに時間が必要なお客様は、ドアの開閉時間を調整いたしますので、お近くのインターホンでお知らせください。The Yurikamobe line is currently operating automatically. The doors will automatically close before departure. If you are using a baby carriage or require extra time to enter or exit the train, please notify us by the engine. We will make sure to answer.新橋駅では、ただいまエレベーター更新工事を行っております。ご利用のお客様にはご不便をおかけしておりますが、ご理解ご協力をお願いいたします。Elevator renewal work is currently underway at 新橋 station. We apologize for any inconvenience and thank you for your cooperation. お台場
The next station is Daiba U7.富士急で旧回転方式の下のアクアシティのダイバダイバーシティ東京プラザへはこちらが便利です This is where we're going. Let's go. So we actually registered here last week, and here it is. Kuruma time. Let's go. Sylvia.
自分なりにこう揺らしてもらうとね、こうもう異様な光景になってますけど、今はね。まあでもね、まあ、そんなのはね、サイバージャパンが吹き飛ばしてくるのは分かってるんですけど、分かってるんですけど、まあ今日一日長いですからね、まあ、楽しんでいきますので、よろしくお願いします。いや、いつか俺だってどうにかしたい。この法律で逮捕です。
気づいて振り返ってみた。YouTuber さんとかはね、最高なんですけど、もちろん、さっきガンガン踊ってたサイバージャパン、やばいと思う人、どう思いますか？まあね、みんなね、意外に自分のこう表現の仕方を知らないように言いますけど、車もね、まあ、いっぱい、本当、安全に運転しないと、ね、僕なんか全然安全に運転しない方なんですけど、安全に運転しないと、ね、この間、あの観光バスの事故みたいなこともあります。まさかエアブレーキっていうかエンブレを知らない運転手がいるなんて俺は信じられなかったんだけど、そんな話知らないね。はい、どうもありがとうございました。いや、まああのちなみにこのコーヘッドっていうのはあのレゲエミュージックっていうね、日本であのジャマイカのそうだな、何事もみんなに支えられて生きてきてると思ってる人どう思いますか？イエス。まあ、レゲエという音楽はですね、まあ、こういう愛の一部を歌う、ね、音楽なんか一言、そういうことをちょっと歌わさせていただきます。いや、いつも本当にありがとう、仲間たち。そして今日は山崎さん、ねーさんと一緒に踊りたかったけど、今日はいいや。イエス。まあね、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ最後行ってみましょう。この大地に立って前進む前へ、時にはジャンプ空に、いや、オージャス。ホントありがとうございました。どうも今日はこういうジャパンダンサーズがもう1本ずつありますので、みんなじゃあ2本目だからちょっとテンションも上がってきたし、いろいろ踊ってる時にイエーイって言ったりイエーイって言ったりして盛り上げてもらえたらなと思います。So nice in here, guys. There's so many JDM cars.
エアルとかじゃなくても364に当たる。大丈夫。デザインがいいよ。Guys, this is the end of our vlog. See you again next time. Janet.